皆さんこんにちは、アゴラ編集長の新田でございます。ここのところですね、アゴラ二重国籍の問題とかでちょっと固い話ばっかり続いてきたんで、ちょっとたまにはですね、ちょっと違う話もやりたいなと思うんですが、先日ですね、常見陽平さんの記事で、アラフォー男子よ、今こそ高橋名人の精神を次世代に継承せよという記事を先日エントリーしていただいて、でそれをですね、アップしたら、日曜日にアップしたのかな、したら、なんかランキング5位ぐらいまで行きましてですね、ここのところ殺伐としたタイトルがですね 1位から10位まで並んでる中で、ちょっと久々にですね、なんかちょっとエンタメ系の話が盛り上がったんですけど、要はこれって、もともと最近ですね、ちょっと私のこの、まあ、私も典型的なアラフォーの一人ですが、アラフォー世代、まあ、イコールファミコン世代のですね、中で Facebook とか SN 上でシェアされて流行ってるんですけど、任天堂がですね、ここのほどクラシックミニっていうですね、昔のファミコンを精巧に、復活させたレプリカ機をですね、手のひらサイズで再現して、でそれを今風にですね、昔テレビの後ろ、アナログテレビの後ろ、なんかドライバーで線つないだりとかしなきゃいけなかったんですけど、HDMI 端子でつきやすく、まあ、接続しやすくしてですね、でさらにですね、ソフトも30本分、かつてのスーパーマリオとか人気のソフトがですね入っているという、まあ、お得感というか、なんか懐かしいものを誘うですね、まあ、おもちゃがですね、ゲーム機が出たんですけど、まあ、それは話が結構流行ってるということで、常見さんの記事が出て、まあ、要は高橋名人がですね、かつて私知らなかったんですが、高橋名人の名言で、ゲームは1日1時間っていうですね、ファミコンは1日1時間という言葉がありまして、私これ子供の時聞いてましたけど、 PTA のどっかのとか、なんかコールサイン PTA のですね、親父だかおばさんだかが言った話かと思ってたんですが、実は高橋名人が言ってたらしくて、要はあまりにもファミコンに子どもたちが熱中すぎるので、逆に業界団体的にちょっと、まあ、やっぱりこれはまずいんじゃないかということで、ちょっと業界の中でちょっと危機感がある種あってですね、でそれでその過熱感を戒めるために誰が言うべきかっていうところで考えたところ、まあ、高橋さんのアイディアみたいな話を、なんかゲーム業界にいらっしゃった方から聞いたんですけど、まあ、ある種子どもたちにですね、まあ、いい意味で影響力のある高橋さんがですね、ファミコンは1日1時間という名言を残したという話を、常見さんがですね、この精神をこのポケモン GO で盛り上がるこの時代にも残そうじゃないかという話をされていたんですが、もう一つ、まあ、思ったんですが、このファミコンの、もう今僕の周りでも毎日のようにですね、アマゾンポチりましたみたいな人が出て、僕ももうね、誘惑にもうね、なんとか打ち勝とうというのが日々大変なんですけど、そろそろもう負けちゃうんじゃないかって感じたんですけど、これ本当に今流行ってて、アマゾンで、これ6000円ぐらいが定価らしいんですけど、もう今アマゾンで売ってるのがですね、取り扱い見たらなんかあれもう9000円ぐらいいってて、正規店じゃないところが並んでるせいだと思うんですけど、すごいもう値上げしてますね。すごい当たってます。で、なんでこの当たってるのかって考えたんですが、まあ、アラフォー世代、まあ、逆にゲームがね、構成のおかしすぎてて、まあ、ちょっとたまにはシンプルなゲーム戻りたいっていう部分もあるのかもしれないんですけど、まあ、逆にゲームから離れていた人たちも今回買ってるのが特徴かなと思ってて、まあ、40くらいになりますとですね、なんかちょっと昔のですね、まあ、子供をでき始めて、まあ、中には小学生、ね、ぐらいになる子供も、子供が小学生ぐらいの人たちもいますんで、なんかちょっと童心に帰りたい、その一つのタイミングみたいなのがちょうどありまして、あるんでしょう。で、そのタイミングをうまくつくかのようにですね、その懐かしさと、ちょうどまあ40になった頃ということで、なんか人生のちょっと節目というかですね、なんかそういうところもあって、ちょっと子供も、まあ、ちょっとファミコンゲームをし始める子供もいたりとかしてですね、何かそういう郷愁を誘っているというか、そういうところで消費的に、まあ、これが当たってる理由何なんだろうなっていうのをちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。早見健郎さんが前出してた、ちょっと本のタイトル忘れちゃったんですけど、僕ら世代ね、ロスジェネ世代は常に消費で搾取され続けているというですね まあ、ともや我々はちょっと任天堂に搾取されてるんじゃないかと思いつつ、そのターゲットをですね、まあ、うまくですね、なんかそういう自分たちのその、なんか、
懐かしい、今度はまあノスタルジーにというかそういう浸りたいという気持ちをうまくですね誘われたマーケティング、まあ見事だったと思います。ちなみにこの中にですね、30本のゲームの中で渋いのも入ってまして、突っ張り大相撲というですね、その後結構伝説的なですね、大相撲のゲームも入っておりまして、なかなか相撲のゲームってほとんどあまりないんですが、当時の千代の富士とかですね、のモデルにした横綱がいて、それを倒したりとかするのを目標に力士を成長させたりですね、それ面白かったんですけど、なかなか渋い面白いゲームもあるので、まあ、ちょっと機会があったら久々にやってみたいと思います。正直体は覚えてまして、結構いろんなスーパーマリオとか、多分コントローラー持ったら多分条件反射的にですね、体がきっと覚えているんだろうなと思います。というようなこの頃でございました。またよろしくお願いします。